ちょっと電気がないので分かりにくいんですけど、こちらが入り口でクローゼットがあります。そしてちょっとで引っ越しこの奥がバスルームなんですけど、ちょっと見にくいですね。全然見えないですね。タブとシンクとトイレがあります。そしてスタジオでこちらがクローゼットになります。こっちが2番目のクローゼットになります。そして結構広いスペースでキッチンがオープンキッチンです。そしてここがリビングエリアで、ここは壁が作ってあって、ベッドルームがあります。そして17階からのビューはいいです。物は全て撤去される予定で、内装のペイントも入るようです。